birthday. Everybody got their song, put their song in the air, man. Okay, David. Everybody take that shit on three, man. One, two, three. Rapper Julio Fulio was shot and killed in Tampa overnight. Fulio, whose legal name is Charles Jones, was celebrating his 26th birthday when this all happened. Yeah, I know I smoke bad people, man. You know what I'm saying? But I smoke six. To announce the arrest of three people in the deadly shooting of Charles Jones, also known by his stage name of Julio Fulio.皆さんはフーリオというラッパーを知っていますか？彼はかなり有名なので知ってる方も多いかもしれません。フーリオを殺害した犯人が最近捕まったので、今回はフーリオが殺害された後に起こったことや犯人は一体何者なのかについて話していきたいと思います。この動画を見る前に、前に上げたフーリオの動画を見た方が話が詳しくわかると思うので、それをお勧めします。フーリオは2024年6月15日に誕生日パーティーを7月22日にフロリダのタンパで行うという投稿をしました。そして2024年7月22日当日にインスタグラムに自分の居場所がわかるような写真をたくさん投稿し、誕生日を祝うためにみんなで楽しそうにお酒を飲んでいました。 The pool party start the dayAt 5-6 o'clock. If you already got the address, pull up, man. We got the address, pull up. If you need the address, DM me right now. We just got here, bruh. You got the edit. You got the edit, man. Push up. We just got to this bitch. Happy birthday. Happy birthday. Everybody got their song, put their song in the air, man. Okay, David. Everybody take this shit on three, man. One, two, three. ですが、パーティーで借りていた家が人数オーバーで追い出されてしまい、近くのホリデーインというホテルを予約して車でそこに向かいました。そして日をまたぎ2024年6月23日に彼の車がホリデーインの駐車場に着くと、何者かがいきなり彼の車に発砲し始め、その結果4人が撃たれてしまい、その中の1人は亡くなってしまいました。その亡くなってしまった人物こそがフーリオで、彼は26歳の誕生日を迎えた直後に亡くなってしまいました。フーリオが亡くなったことに対し、多くの ATK サイドのメンバーは彼の死を嘲笑い、自分がフーリオのことを殺したことを匂わせる投稿をしました。もちろんフーリオの最大の敵であったヤンギンエースも黙ってはいないでしょう。フーリオが殺害された日の6時、2024年6月24日に Do It という曲をリリース。この曲では、あいつが赤ちゃんでも女でも母親と一緒でもやる、この金であいつらにやらせるんだとラップし、自ら自分が誰かにお金を払い、フーリオを殺させたと犯行を自白しているような曲でした。またフーリオが殺害されてすぐ、彼の誕生日パーティーにも参加していた彼の仲間ケニー・キャップスが覚醒剤所持で逮捕され、保護観察中だったため、おそらく彼は長い間刑務所から出てこれないと思います。続けて2024年6月29日にゲームオーバーという曲をリリース。この曲では曲全体でフーリオが亡くなった事件について言及し、 Do It の再生数を上回り、1ヶ月で1200万回を超えるとんでもない大ヒットソングとなりました。そして2024年7月13日に ATK サイドのノーホスピタルギャングのテイショッツが突然逮捕されました。罪状は不明だったため、多くの人が彼がフーリーを殺害したのではないかと噂になりましたが、結局彼は違法薬物所持や銃器の問題だったため、フーリーの問題には関係ありませんでした。ヤンギンエースは2曲リリースしただけでは物足りないみたいで、2024年7月13日に Ready to Die という曲をリリース。この曲では警察に
に向けて、あいつらは事件を解決できないとラップしたり、あいつらは死ぬ準備ができていないと彼は全員を殺そうとしていました。ヤンギンエースだけでなく ATK サイドの他のラッパーも彼についての曲をリリースします。2024年7月27日にスピナベンズとフッパビートザチョッパーの曲フーリオデッドがリリース。この曲ではフーリオはマジで死んだぜとラップし、曲全体でフーリオのことをディスりました。またわずか5日で130万回を超える再生数を記録し、どれだけ今ジャクソンビルが注目されているかわかるでしょう。フーリオが殺害されてから1ヶ月以上経過し、犯人も捕まっていなかったため、このまま未解決事件になるのではないかと思われていましたが、警察の働きにより突如この事件は解決に向かうことになります。2024年7月27日にガスライトという人物がマリファナ所持とスピード違反で逮捕されました。 Keep coming! Keep coming!Keep coming. Keep coming. Walk back to me. Can't find your back. これだけではフーリオの事件と何も関係がないように思えますが、2024年7月29日にフーリオを殺害したとして5人の容疑者の名前が挙げられ、5人中4人はすぐに逮捕されました。それではフーリオの殺害に関わった5人を一人一人見ていきましょう。一人目に最初に逮捕されたガスライトについてです。ガスライトはジャクソンビルのカメラマンで、現在18歳で、彼が最初にスピード違反で逮捕された後に他のメンバーも捕まったため、一番有力な説としては、彼がこれで逮捕された時に司法取引を持ちかけられ、フーリオの事件について話し、みんな逮捕されたということです。二人目はグッタゼイという人物です。彼は21歳でジャクソンビルのラッパーで、彼について話すことはほとんどないですが、フーリオの襲撃事件に関わったとされています。3人目にアリシー・アンドリューズという女性です。彼女は実際フーリオの誕生日パーティーに参加しており、パーティー中にガスライトとグッタゼイにパーティー会場の場所を教えたとされています。3人目と4人目にラジャド・マーフィーとデビオン・マーフィーという人物です。彼らは血のつながった兄弟で、フーリオの襲撃事件に関わったとされており、ラジャド・マーフィーは捕まりましたが、デビオン・マーフィーは今現在も逃亡を続けています。警察は監視カメラの映像やナンバープレート読み取り装置や通話記録などを利用して彼らの逮捕に至りました。警察によると逮捕された彼らは ATK や1200と呼ばれるギャングと関係を持っているとされており、最高で終身刑の判決と戦うことになります。警察の口から ATK サイドと関係があると話されていたため、 ATK サイドがリコ法に結びつけられ、多数のメンバーが逮捕される可能性は高まり、仮に本当にガスライトがスニッチしていた場合、ヤンギンエースのことについても何か話す可能性があるため、ヤンギンエースが近いうちに逮捕される可能性も
も大いにあるでしょう。そして2024年7月31日にラ・クラッカとフーリオの曲 50K がリリース。この曲でラ・クラッカは敵を殺してやるみたいな歌詞をたくさん歌っているため、決して ATK と KTA の抗争が終わることはないことはわかるでしょう。 I'm fresh out of cell, then my lost two brothers soon the one to jail, that get back gonna be real, I should not kill them bitch, I live in hell。 そして今に至り、自分的には結局この事件は未解決事件になるんじゃないかと思っていましたが、犯人が逮捕されてよかったと思います。また ATK サイドの J.Breezy やスピナベンズは今回逮捕されたグッタゼイのことをインスタでフォローしていましたが、彼が逮捕されてすぐフォローを外していたため立候補を恐れているのではないかと思います。仮にヤンギンエスが逮捕されてしまえばフーリオも亡くなってしまったため、ジャクソンビルの音楽シーンはどんどん降下していくことになるでしょう。ここ1ヶ月はジャクソンビルの話題についての動画を上げていましたが、あまりジャクソンビルに興味がない人からしたらあまり面白みがない動画になってしまったと思いますが、次の動画からはジャクソンビルから離れたラッパーなどについて解説しようと思うので、ぜひ見てくれると嬉しいです。いかがだったでしょうか。今回はフーリオ襲撃の犯人などについて説明しました。リクエストなどがあればコメント欄で教えてください。最後まで見てくれてありがとうございました。